はい、今回はホーリートンの、HT20、 こちらのドローンを紹介していきます。まずはセット内容から紹介します。セット内容はですね、こちらドローン本体とバッテリーが3個ついてきます。それに、送信機、はい、説明書と、バッテリーの充電用の USB ケーブル、それと予備のプロペラとプロペラを外す用の、工具ですね。あとドライバーがついてきます。セット内容は以上です。はい、それではですね、まずは機体の外観から見ていきたいと思います。サイズはこのように手のひらサイズの大きさになっています。で、機体の上部にはプロペラガードがついていて、まあ、指が入らないような設計になっています。小指でも入らないぐらい、なんていうんですかね、のプロペラガードがついてます。で、裏側はこのような感じになっています。で、電源ボタンが少し分かりづらいんですけども、ここについてます。で、こちら正面になります。じゃあ正面には LED ライトがついています。で、これなんていうんですかね、ここの角度を変えられるんですけども、これカメラではないです。ただの LED のライトになってます。で、後ろ側はこのようになっています。で、バッテリーの差し込み口なんですけども、このように開けて、はい、このようにスライドさせて、ここにバッテリーの、コネクタ、差し込むコネクタがあるので、このように入れてあげる感じです。で、閉めると。で、先ほども言ったんですけども、ここですね、電源を入れると、このように LED が光るようになってます。機体の外観は、はい、このような感じです。で、次に、送信機の外観を見ていきたいと思います。まあこんな感じです。そんな大きな送信機ではないです。で、ここに電源のオンオフがあって、で、後ろ側、電源は単4電池 3本で動くようになってます。で、議的のマークなんですけども、議的のマークと番号は、こちらに記載されています。まあ、送信機はこのような感じです。それで、こちらのドローンの、スペックなんですけど、 Amazon の販売ページの方からちょっと読み上げていくと、まず重量が 31g ですね。今ちょっと測ってみたら 30.89 なんで、ほぼ一緒の重量になってます。で、飛行時間が21分って書いてあるんですけど、これバッテリー3個の合計なんで、1個につき6分っていう風になっています。で、サイズの方が 91×84×33mm で、ですね、周波数、送信機の、周波数が 2.4GHz で、操作距離が障害物なしで 50m になってます。で、バッテリーが 3.7V の 250mAh で、充電時間が50分で、操作モードはモード1、モード2切り替えができるようになっています。で、こちらのドローンのその他の機能なんですけども、ですね、ブーメランモード、機体がブーメランのように戻ってくるモードですかね。あと、手投げテイクオフモード、投げて、ドローンを起動させるモード、あと高速旋回モード、その場でぐるぐる回るモードですね。で、 3D フリップ、まあ、360度回転宙返りするモードになります。あと、ホバリングモード、まあ、これもまたぐるぐる回るようなモードです。ちょっと実際に後でやってみます。で、一応障害物回避モードっていうのがついてるようです。前方後方、あと下についてるようです。あと、ヘッドレスモード付きで、それとワンキーで、離陸と着陸ができる
そんな感じの、まあ、商品説明になっています。じゃあ実際にですね、ちょっと外が天気悪いので、室内で簡単にちょっとフライトさせてみたいと思います。それではですね、実際に、飛ばして遊んでみたいと思います。まずバッテリーを入れて、はい、電源をオンにします。次に送信機の電源を入れて、あとは上下、これでバインドですね。でジャイロのリセットを水平なところで行います。はい、これで飛ぶ前の準備は完了です。じゃあ実際に、飛ばしていきます。若干左に流れる状態なので、トリムの調整をしていきます。左側のスティックのボタンを押しながら、機体が飛んでいってしまう方向の逆方向に入れていけば OK です。このぐらいですかね。今だいたいこれで安定している状態です。トリムとジャイロのリセットあればだいたいこのように安定します。じゃあ実際に飛ばします。これが今スピード1の状態で、飛ばしている感じです。ドローンの、前面に LED ライトがついているので、ちょっとこの薄暗い山林の中でも飛ばしやすいです。じゃあ次スピード2行ってみます。はい、これがスピード2です。まあ飛ばしやすいですね。飛ばしやすい機体です。じゃあ次3、スピード3で飛ばしてみます。そこそこキビキビ動きます。まあめちゃくちゃスピードが出るって感じはないんですけど、やばい、向きが分かんなくなった。結構離れても LED ライトの位置でなんとか飛ばせます。じゃあ次にですね、手投げテイクオフとかやってみたいと思います。まず機体の電源を入れます。機体の電源を入れて、この LED が点灯に変わったらこれで OK みたいです。じゃあ投げてみます。おお、下がっちゃうな。まあこれ手のセンサーでこのように自動で動いてくれます。これでやばい、取れないまで行っちゃう。もう一回行きます。ほうほう。まあこんな感じで手投げテイクオフして、まあ、ドローンを追いかけて楽しんでもいいかもしれないですね。はいと、まあこんな感じです。で裏返しにすると、センサーが止まって、センサーが止まってというかプロペラが止まる設計になっているようです。はい、以上です。まあそうですね、お子さんと遊んだりしたら楽しいドローンかもしれないです。でプロペラガードも上についてるので割と安全性も高いと思うので、室内で遊んでも
いいかもしれないです。でこちらの購入先なんですけども、 Amazon で購入できる商品なんですけど、動画の概要欄にあの購入先のリンク貼っときますので、ぜひ興味のある方はチェックしてみてください。それとあのクーポンコード 5% 割引のクーポンコードもあのメーカーから出してもらっているので、ぜひ購入するときはそちらも使用してみてください。以上です。ご視聴いただきありがとうございました。